はい、それでは今回はまあタイトル回収にもなるんですけれど y モバイルで初めててて変更ししした件に関してお話いいこうかなと思います皆さん最近機種変更ってやっていますか、まあ、ルルカはねここ最近全く機種変更ってやってないです、まあ、機種変更ってそもそも何って話なんですけれど最近はみんなやってないから分かんないかもしれないんだけど、まあ、昔ってキャリアさんどこも au ソフトバンク、まあ、キャリアがあるわけなんですけど今はま楽天もあるけどね、まあ、昔って基本的にどこも au ソフトバンクあったと思うんですけれど昔ってどこもで買った た端末じゃないとドコモの SIM 使えないし au で買った端末じゃないと au の SIM 使えないしソフトバンクで買った端末じゃないとソフトバンクの SIM が使えない要はね SIM ロックってものがあったんですよねでこの SIM ロックの関係もあったりとかして、まあ、結局基本的には自分が使ってる回線のキャリアで端末を購入して、まあ、端末を変えていく、まあ、機種変更するっていうのがまあ当たり前な時代だったんですよね基本的には、まあ、そっからはまあだいぶ総務省とかのお怒りとかもあって SIM、まあ、ロックってのやめろよキャリアのものしか使えない、まあ、ドコモで買ったものでもソフトバンクの回線でも使わせるよとか まあ、そういうのいろいろあって、なんだかんだ言ってね、SIM ロックは解除されたんだけど、バンド問題っていうのがあって、結局、は一部使えないものとかもあったりとかするんだけど、今では、まあ、SIM フリー端末ってものも売られるようになったりとか、あと一番でかいのが、Apple 使ってる人が日本って多かったりとかして、アップルって、まキャリアで購入するよりも、ショップで買った方が安かったりするんだよね。普通に、あの、アップルの純正のショップ。で、しかも SIM フリーの端末購入することできるから、まあ、その辺で買ったりとかして、あとは SIM させば使えたりとかするっていう、まあ、簡単にね、移行もできるようになったので、ま機種変更ってあんまりする人が減ってきたんですよね。まあ、そもそもとして、 なんですけれど、まあ、お得だったら機種変更っていうのを使う人もいるかもしれないんだけど、まあ、キャリアさんとかって基本的に釣った魚にはお金をあげないっていうのが、まあ、ポリシーもあるんでしょうねそういう会社としての、まあ、釣った魚に餌をやんなよっていうその代わり釣る時にはいっぱいお金をあげるよみたいないっぱい餌あげるよっていう感じで新規だったりとかナンバーポータビリティで入る時に関しては端末が激安で購入できたりとか、まあ、キャッシュバックあったりとかするんだけどもうそこのキャリアに入った後にじゃあその自分の使ってるキャリアさんね、まあ、今後も使っていこうかなじゃあ自分 自分が使ってるキャリアさんが使ってる端末買おうかなと思ってまあそこをね買おうとしたところで全然お得じゃないですよね高いのもう下手したら普通にどっかのショップとかで買った方が安いぐらいのレベルの値段で売ってるわけだよそれだったらわざわざ機種変更する必要ないじゃん iPhone に関してもキャリアで購入するよりも App の純正のショップで買った方が安いんだよだったらそっちで買っちゃうじゃんっていうのでまあ機種変更を今する人っていうのは結構減ってるんじゃないかなと思うんですよねでルルカももう長い間機種変更ってのをしていなかったんですけれどはいこちらイモバイルの公式の ショップを見てみるとお得なね端末が出てたんでこれご契約者様向けっていうことでおすすめ機種大特価アクオスビッシュ2っていうのが。 なんと機種変更で一括払い円、まあ、結構お得でこのアコースビッシュ2っていうのが出てたので、まあ、購入したってお話になります、まあ、この端末なんですけど、まあ、実際どれぐらいお得かというとフリマアプリとかで見ると大体ね1万円前後で取引されている端末になってます他のねキャリアさんとかでも販売とかされてたりとかするんで、まあ、他のところで見るっていうのも手なんだけどショップとかでね見るのも手なんですけれど、まあ、普通にフリマで1万円ぐらいで売れるっていうことはもうほんと価値として1万円以上の価値はあるよってものになってます、まあ、それが5000円で手に入るってことで、まあ普通に購入 すすれば得るまあねやってもいい案件じゃないかなと思ってまあ、ルルカ今回初めてねイモバなんでねちょっと初めての機種変更をやったのでまあちょっとここ注意点だなみたいなのが何箇所があったから紹介しようかなと思うんですけどああとねちなみにこちらのキャンペーンなんですけれどいつまでか分か,んないっすなんかねだいたいキャンペーンとかってさいつまでとかってて記載がされてるじゃんなんだけどこちらに関してはいつまでの記載がないので、まあ、在庫限りなのか、まあ、8月いっぱいなのかな分かんないんだけどまだね続いてるのは間違いない ですけどいつまでかわからないのでやりたいなと思う人早めにやった方がいいと思うんですけどはい機種変更で購入画面に行きますとこんな感じになってますはいここに出てるね4980円というに表示がされていますなんでねこれね4980円って表示されていなかったら機種変更になっていないもしくはキャンペーンが終了してるんじゃないかなと思うのでその辺で注意をしてください色とかもね選択することができるんですけれど現状では3色ともあるみたいですねルルカはねチャコール購入しました今回機種変更になっているので今までの電話番号そのまま 使用するってものになってます新しい電話番号を選択する方が新規かなになるんじゃないかなと思いますはいで、でご利用中の携帯電話会社を選択してくださいっていうので今回こちらですねワイモバイル機種変更っていうのを選択してくださいこれ選択しないと機種変更にならないのでちょっと値段がね変わってきたりとかします新規だともうちょっと安かったかなでも新規だとね3980円とかそのくらいになるみたいなんですけれどまあ、新規だったらもっとねお得な案件もあったりとかすると思うんであくまでね機種変更は今回お得かなと思いますはいその次なんですけど今回このね画面はパソコン で、契約した時の画面になっているんですけれど、y モバイル気質変更で。 手続きすするる際にマイワイモバイルにログインする必要がありますで、このね、マイ・ワイ・モバイルにログインする関係上で、スマホから契約した方が楽です、まあ。ルルカも基本的に今この画面はパソコンなんですけど、契約はね、全部 iPhone からしました。パソコンからやるとね、ログインとかめんどくさいんですよ。で、あと、パスワードが必要になるんですよ。で、そのパスワードっていうのが、契約した際に入力するものになっていて、覚えてない方もいると思うので、覚えてない方は、その辺チェックしといた方がいいです。ルルカもぶっちゃけ覚えてなかったです。もうね、最近、パスワードがうるさいんだよ。まあ、みんなね、ちょっと感じたことあるかもしれないんだけど、 昔って、まあ、適当なさそそれこそ自分の誕生日ととかやって,らしてもいると思うんだよなんだけど今って誕生日はもちろんダメなのは当たり前なんだけど一部に誕生日が入っていてもダメだったりとかローマ字さらに大文字もあって数字もだったりとか途中で記号入れろだったりとか、まあ、かなりうるさいんだよなんかパスワードつけろっていうのがなのでもう覚えてない方も多いと思うんだよル,ルカも最近覚えてないんだからでしかもさ使い回しするなみたいなさそんなの覚えるわけないじゃんっていうので忘れてたんで一応ねここでパスワードが必要になってくるんで覚えておくといいと思います、まあ、ただ iPhone でやった場合に関してはそのパスワードだけ入力すればね ログインすることができきるるのででで一応簡単にねログインはできるんじゃなないいかなと思いますでこんな感じはい今回はね一括限定のものになっていて代金が本当はね2万3760円ですねこれが端末割引っていうのが1800円入ってるんですよねさらになんか特別割引っていうのが1万6980円、ね、謎割引が入って4980円、まあ、販売ね一括価格って形になってますで一番の注意点なんですけどこちらですねはいここがね結構ね罠かなと思うんですけれど「故障安心パックプラス B」っていうのがデフォになってます レテンが入ってる状態になってるんだよねなのでそのまま進んでいくとこれ入った状態になっちゃいます一番最後の画面で月額支払いの画面が出てくるんだけどまあ、そこで気づく人もいると思うんだけど気づかない人はそのまま入っちゃいそう一応初月無料になっててあと3ヶ月間は無料なんでまあ入りたい人はね確かこれって契約の際にしか入ることができないので入りたい人は入ってもいいと思うんですけどまあ特に今回みたく一括で4,980円ぐらいで手に入る端末に関して759円出して入る価値があるのかっていうところかなまあ入りたい人はもちろん もちろんねなんか心配だから入っとこうっていうの入るのはいいと思うんだけど、まあ、デフォで入ってますんでここは注意が必要かなと思います、まあ、ルルカもね危うく入っちゃうとこだったんでであとはこのあとなんだっけ重要確認とかに関してもネットでやるので全部確認して、まあ、契約するっていう形になってて支払いが PayPay ペペ使えるんでルルカはね PayPay ペペで支払いのを済ませましたスマホから注文するとすぐにお金が引き落とされるのかでその後一応軽く審査が入るみたいなんですけど、まあ、手続き終了っていう形になって、まあ、ルルカの場合はその後普通に審査が通ったってとこで1個目ねはいこちらになるんですけれど 無事ね届いたって形になってますけどバイモバイルの機種変更のありがたいとこなんですけど一応オンラインで買った場合に関しては事務手数料と送料が無料です。 これでかいですよねここ最近事務手数料が値上げして確か3800円税別とかかなかかる感じになっているので店舗で機種変更するとたださえ高いね代金プラス3800円かかるなんだけどオンラインでやった場合に関してはそこの事務手数料がかかりませんでさらに送料も無料になってます、まあ、ルルカもねその最初事務手数料とか送料どうなってんのかなとか思ったんだけどそこは無料だったんで注文しましただってさこれにだって3800円とさ送料とかかかってきたら全然お得感ないんでねであくまでこの事務手数料送料が無料だからお得なんじゃないかなと思います で、ルルカはね、とりあえず1個届きました。おワイモバイルの機種変更そんなにめんどくさくないなと。で、しかも1個契約すると5000円ぐらい得する。これはお得だなと思って、ルルカ、半年前に、覚えてる方いらっしゃいますかワイモバイルでお小遣いを稼いだ件に関して覚えてる方いらっしゃいますか一応ね、ライブ中にお話のをさせてもらって、そこから触れていなかったと思います。ほぼほぼ触れてなくて、一応ライブ中に反映したことだけ伝えたかな。ワイモバイル4件契約して、結構長くもらいましたよって話させてもらったと思うんですよ、ライブに。なんだけど動画とか にはしてなかったかなっていうのやってて、まあ、ルルカは無事にナンバーポータビリティで Y モバイルに入ることによってまあまあな額をいただくことができましたその際に、まあ、4回戦契約したんでルルカは今回1回戦ね機種変更のしたんだけど残り3回戦残ってるわけですよ、ね、残り3回戦皆さんならどうしますかちなみになんだけど規約的にはこのねキャンペーンねおすすめ大特価のやつちょっと今ね規約の画面出せないんだけどこちらの件に関して新規で契約する場合に関してはお一人様1個限定ですよって書いてあるんだけど機種変更に関してはそこは触れられてないんですよ、まあただし に関ししてても、まあ、転売を目的ととるだったりとか、まあ、そういうところの目的の人に関してはあのお断りする場合もありますがっていうことが書かれてるんですよ。基手変更だってさ、まあ、ルルカ4回戦持ってるわけなんだけど、まあ、1回戦ね基手変更しますよ。で残りのさやつだって基手変更したいじゃないですか普通に考えて4回戦持ってたらさ4個端末がいるじゃんルルカもねちょうど4回戦分ね端末が欲しかったわけですよ。ね4回戦あるわけだから、まあ、全部アクオスビッシュ24台をこう並べたかったわけですよ。ね、なのでそこでルがル強欲のツ発動ですよ。あなんか 아. <목소리법> あとの3個も基死変更しようと思ってそこ、まあ、でそのまま2回戦目3回戦目4回戦目を一気に基死変更処理しましたでそうしたところなんですけれど2回戦目は無事審査の方が通りました、はい、強欲の壺二2個目っていうことでアクオスウォッシュまだ開けてないんだけどね2個目の端末がやってきましたね2個目の端末がやってきたんですけれどはいその後3件目4件目7時間後だったかな結構時間が経ってからなんですけれど総合的判断によりお断りさせて いただきますという、あの、お断りメールのが届いて、キャンセル処理されてしまいました。どういうことでしょうかね。4回戦あるなら、端末が4つ必要なのは、必然じゃないかなとか思うんですけどね、合欲のツボは確かに発動したんじゃないかなと思うけど、でも、だって、SIM がさ、4枚あったら、4個端末はいるじゃん。別に転売するつもりは、これっぽちもないとは言い切れないかもしれないけれど、ね、料理から4つ並べたかったから、並べたいなと思って注文したけど、残念ながら、なぜか、3個目、4個目は、審査の方が通りませんでした。まあ、これにに関しししてもしかしたらタイミングを空けずに もう速攻で3回戦やっちゃったからでそれが原因かは分かんないんだけどとりあえずルルカは4回戦中2回戦しか通んなかった総合的判断によりっていうやつですねうちのチャンネル来る方は結構食らってんじゃないかなと思うんだけどでしかもここでかなりの問題が起きましたこのね機種変更に関してはお金先払いなんですよまあクレカ払いとかもあるんでクレカだったらまだ実際の内部決算がされてなくて大丈夫かもしれないけど PayPay ペペって残高引かれるんですよ普通に契約したタイミングででその後にこの審査が入るので審査で落ちた場合ってどうなると思いますかもうペーペーでルル 払払っっててんですよ払ってにも関わらずお金が返ってこなない状態になりましたもうね7時間ぐらい経っててもうキャンセルになったのにもかかわらずもう何も返事が来ないと PayPay ペペが返ってこない状態になってで一応ワイモバイルの中も確認させてもらったんだけど、まあ、前提としてキャンセルされるということがあんまないのかな分かんないけど前提としてないらしくてルルカが調べた限りでは機種変更して総合判断になった場合の PayPay ペペの返金タイミングが記載されてなくてなんでサポートセンターの方に電話しました。ね今回ね ワイモバイルってサブブランドっていう立ち位置で、新料金プランで l i ン e もあるんだけど、l i ン e もと Y モバイルの違いって、一応 l i ン e ものが Y モバイルよりもさらに安い場所にはあるんだけど、電話サポートがないみたいな、ちょっとマイナス面もあったりとかするんだけど、Y モバイルは普通に電話サポートがあるから、電話サポートの方に電話しました。そしたらね、夕方だったんだけど、速攻で電話の方が繋がって、今回、総合的な判断っていうのはキャンセルされてしまって、それはね、別に問題ないもんでしょうがないよね。しょうがないんだけど、その時にも先にお金をペ a ペ p で支払いしてるんだけど、返金処理されないんですが、 こちららに関してどのぐらいのぐいタイミングで、ってきますかそうしたら、まあ、それも、慣れたもんなのかなとか、慣れたもんだったら、よくある質問に入れとけって話なんだけど、あ、それであれば、2、3日以内に返金されますので、お待ちくださいということで、とりあえず、2、3日以内に返ってくるっていう風に、お言葉をいただいたわけなんですけど、まあ、実際は、その翌日ですね。翌日にはペ、PayPay ペにちゃんと返金をされていました。なんでね、まあ、ちょっと帰ってこなくて怖いなと思ったんだけど、まあ、帰ってこないことはないと思う、さすがに。だって、キャンセル処理されたのにお金だけ取るなんておかしい話だからさ、まあ、ないと思ったんだけど、 まとりあえずルルカの場合だとだから1日ぐらいかかって返金されたっていうのはここだけちょっと怖いなと思ったんですけどまあとりあえず4回戦中2回戦 Y モバイルで端末ゲットすることができました、まあ、ちなみになんだけどあとね3月にナンバーポータビリティしてまぶっちゃけ10万円以上お金もらったんですよキャッシュバックもらってまあかなりでかかったよね10万円超えもらえたのは4回戦でで月額のやつ見てなかったんでいくら払ってるかっていうの4回戦で俺いくら使ってるのかなと思ったんだけどどうやら4回戦でルルカが毎月使ってるのが5700円 数円2円だった5700円だったかなぐらいの支払いをしてるみたいなんですよで1台あたりが1400円ぐらいですねだから5700円だとして波数切ってね5700円ぐらいだとすると1年間でもいくらだ7万いかないぐらいでしょ7万ぐらい7万ぐらいで済んで 10万超えだったからまあまああのなんだろうねソフトバンクの家族割とかは微妙かなっていう部分があるんですけどワイモバイルに関しては4回線で持った場合だけどね4回線で持つと1回線1400円ぐらいで持つことができてしかもパケット増量なんとかっていうのに入ることができると一番安いプランで5ギガかな繰り越しもできるんだよねなんでまあルルカの場合ずっと10ギガぐらい使える状態になってるんだけど10ギガぐらい使えて1端末1400円ぐらい でさっき言ったようにサポートも電話もついててあとヤフープレミアム会も無料になるんだかとかなとかでもついててで機種変更もたまにお得なものがなんか出てるみたいなんでなんか意外とねちょっとワイモバイルも格安 SIM とかから比べると高いなって気がするんだけどそういう部分考えると、まあ、結構割安じゃないかなっていうのを感じた今日この頃みたいなね機種変更をすることができましたこの機種変更がなかったら多分毎月いくら使ってるとか見なかったからさあー月5700円ぐらいなんだ4回戦で5700円も悪くねえなみたいなっていう感じになってましたはいいさんこのキャンンペーンがねちょっといつま やってるのは記載がされていないのでわからないんですけれど Y モバイル持ってる方であれば、まあ、とりあえず入って損はないんじゃないかなと思うので、まあ、このアッコースビッシュ2、まあ、実際ルールがもね使ってないんで使い勝手がどうかはわからないんですけれどあんまりいい方ではないけどねもうなんか市場価値として1万円ぐらいある端末が実質5000円も受かる感じで手に入るんで、まあ、やってみるのもありなんじゃないかなと思いますよろしければ皆さんチャンネル登録高評価のお願いいたしますというかみんな機種変更ってやってますよかったらコメントください